短くきました。フォアでいった。まず張本がサービスも非常に多彩なのが特徴です。持ち上げてバックハンド。張本も非常に、はい、男子の場合はさらにパワーもついているので、はい、より速く感じます。再び張本のサービス。攻めている。水谷ちょっと下がる。打ち抜きました。出にくい。コースですね。なるほど。よくラケットを持って。元リード。ネットインか、いや入っていません。てる感じもあるでしょうか。はい、準決勝、張本選手の準決勝を入って。ポイントが水谷連続して取りました。ではやはり勝てないということですね。ここはフォアの打ち合い。9試合となると相当疲労感はあるものですか。はい、でも14歳という年齢を考えると、はい、シングルスで使ってらっしゃいましたが、はい、ここまで張本そういう感じがありますかね。ないですね。水谷ここから2本サービス。バックハンド、これが一つ張本の持ち味です。またやはり張本仕掛けますが、ポイントはフォアです。バック。と揺さぶったんですが、アウトになる。3球目、逆に張本でした。ブロックする水谷、まだ下がらない。しかしポイントは張本です。対抗しています。チキータできた。しかし張本、ちょうど台のミドルになってしまって、はい、張本選手のミドルではなかったので。なるほど。手前に角度が変わりました。ポイント、しかし水谷で2球目から攻めていく。そのまま張りとても速いために下がってはいけない。先に自分が先頭、ちょっと浮いた。攻める水谷、逆に返した張本。国際大会でもなかなか勝てないという時期があったんですが、そこからフォア成果をどんどん出してきたということになろうかと思いますが、フォアに切り替えだ。揺さぶっているのは張本、そしてポイントなんですね。張本のプレーに驚いていると思いますよ。目標になっていると思いますが、はい、本当にこう若い年代の選手からも2020年という言葉がですね、どんどん出てきている昨今ですよね。背中の見えている張本は水谷に憧れて、憧れの水谷選手に学んで、徐々にちょっと横回転入れてきた。張本が攻める。下がった水谷、ここから強かったのが水谷ですが、それを打ち抜きました。受けて強かった水谷なんですが、そこを打ち抜いた張本。エッジボールコースとしては良かったとは思うんですが、はい、結果的には入りませんでした。また水谷を揺さぶってポイント。またフォアハンド、印象に受けられます。チキータで返す張本、フォアハンド、フォア、ここはストレートからバックに来た。入っています。緩急をつけた。今度は水谷でした。張本攻める。そしてポイント、なくなりましたね。また攻めている。しかし水谷が抜きました。はい、逆に水谷下がった。アウトです。サーブを変えてきて、しかし水谷対応。大きくなりました。第3ゲーム水谷取りました。水谷、張本が最初のポイントを取りました。少し水谷下がっている。張本攻める。どよめきが漏れる。まだ取る。しかしアウト。そのあたりもこう張本の成長というところになるんでしょうか。今のこの展開でも逆をついた。そして4対0です。フォアサイド、しかし逆に強いボールが止め直したい時などタオルを取って一度頭を整理させてプレーをしています。何をしようというような整理整頓をする時間だと思っています。バックハンド張本ポイント。水谷もよく得に向けて大手がかかるということになります。さあ、そして水谷のサービス、クロスを変えて、そしてこのゲームも張本が取りました。第5ゲームです。まず最初のポイントは水谷。なるほど、そういう一本でしょうかね。あ、これも攻めていきました。2球では数えます。長いサーブでいった。そしてポイントだ。3連続ポイントを取りました。今度は短いサーブ、チャンスボールだ。おっと、短いボール攻めていく。あ、そしてポイントです。さあ、今度は張本のサービス。あっと、アウトになりました。張本、下がった水谷。おお、すごいレシーブでした。すごいところから取ってきました。あっと、入っています。これは取れません。水谷、なんとか取る。前に出す。ここはよく見ていました、張本です。やってみようというプレーをしているのかもしれない。そうですか、はい、さあ、このゲームまだ水谷が1ゲーム追いかける形です。最初のポイントはチャンピオンです。あっと、コースを変えたところアウトになりました。バックハンドのポケットミドルへ持っていきましたよね。あとネットです。フォアの打ち合い、お互い下がらない。あっと、ネットだ。これ以上下がらないぞというぐらいに強打の打ち合いに持っていったんですが、それでも張本がポイント。いいコースを水谷ついていますが、ポイント取りました。ちょっとサービスで変えてきました張本。今はもう自信あふれるプレーですね、はい、攻めていった、揺さぶった。そしてポイント張本。張本選手が水谷選手を下がらせるような、そんなプレーを目指しているように見えます。フォア、あっと、これもアウトです。さらにいいボールをと思うとミスになっています。なかなか下がった、水谷下がった。そしてポイント張本、9対3でした。チャンピオンシップポイント。14歳のチャンピオンが生まれるか。チャンピオンシップポイント。アウトです。日本しのぎました水谷。攻めきった張本智和、全日本選手権史上最年少でチャンピオンです。歴史的な勝利を王者水谷を相手に勝ち取りました。